では始めましょう。砲翼をかけた私たちの戦いを。行くわよ。さあ、私に勝利を。射抜け。まずい。まだまだ。私が勝つ運命はもう決まってるのよ。さあ、霊夢を射抜け。決まった。私の勝ちよ。霊夢。ここでオーラを使うことになるとはな。だが、もう、残り人数を考えると力の温存をしなくても全員を倒すくらいは問題ない。ならば、ここからは遠慮なくやらせてもらおう。俺の氷結を操る程度の能力、でな。任せたな。それが、あなたの全力。ああ、これで満足してもらえるかな。ふふ、とっても楽しみだわ。だが、申し訳ないな。この遊びもすぐに終わる。なんで？お前が、俺の攻撃に耐えられないからだ。覚悟しろ。恐怖、絶対霊夢。さあ、この技はさっきの技の比じゃないぞ。どこまで耐えられるかな。また凍らせる気。こんなのいくらやっても一緒だよ。ははえ。あれ？この絶対霊夢は能力が続く限り、永遠に氷漬けになる。まあ、それだけじゃないか。今のお前にはそれだけで十分だ。ははえ、ははえ、ははえ、ははえ。無駄だ、何度壊しても、氷の呪縛から抜け出すことは不可能だ。最後にとっておきの一撃をプレゼントしよう。大丈夫だ、これほど氷に覆われていれば、苦しむことなく死ぬことができるだろう。しよう、老人爆発する。いつもこの技の後は皮肉にも綺麗なものだな。生き物の命を火薬にした、氷の花火とでも言うんだろうな。あの爆発の中では、さすがに言ってはいないだろう。いや、生きていたらまず能力が解除されないから、まず間違いなく消えたな。さて、あとはこの異空間の中にある砲翼を見つけようか。ふん、たやすいな。あれ、さっき、レミリアの槍に。って、ウプ主。さっきのはさすがに危なかったね、霊夢。あんた、さっきのが見えてたの。うん、さすがに危ないと思ったから助けに入っちゃった。ごめんね。いや、助かったわ。ありがとうウプ主。それよりそろそろ下ろしてくれないかしら。あ、ごめん、気がつかなかったよ。あんた、もしかして能力は使ってないでしょうね。大丈夫だよ、さっきのスピードなら、霊夢の攻撃のスピードと大差ないからね。あ、なるほどね、それでウプ主から見てレミリアはどうかしら。うん、今のところ霊夢とほぼ互角だと思うよ。だから、やっぱり何か決め手がないと決着はつかないと思う。そう、やっぱりそう思うわよね。ねえ、ウプ主、これから言うことはちゃんと聞いてて。うん、私はおそらくレミリアとの戦いで勝っても負けても、相当な体力と霊力の消耗が予想されるわ。つまり、この戦いに勝ってもこの先にいるフランやあの男には絶対に勝てないってことなの。だから、覚悟して。これから先は、あなたが主体で戦うことになるわ。だから、今からでもいい、集中していなさい。私が負けた時、レミリアや他の奴らと戦うのはあんたなんだから。わかったよ、今から集中しておくね。あとね。僕は霊夢がレミリアに負けるなんて思ってないからね。ふん、当たり前よ、もしもの話よ。それじゃあ、決めるわよ、もう後には戻れないんだからね。いっけー、霊夢。それじゃあ、僕も集中しようか。まさか、あの槍の攻撃を見切れるなんてね。正直私も驚いてるわ。もしウプ主が助けに来なかったら確実に死んでたわ。だから今回の勝負はあんたの勝ちでもいいわ。けど、ここから先は絶対に勝てるわけにはいかないわよ。まさか、無双封印を打つつもり。
いいえ、あなたは知らないわよね。無双封印なんかより、はるかな火力と守備力を持つ私の究極の奥義を。何？無双先生。さあ、終わらせましょう。これは長くは持たないの。集まれ。さあ、準備はできたわ。セミリア、これを受け止めることができるかしら。そんなもの、打たせるわけないでしょ。もう一度、霊夢を射抜け。嘘、私の槍が。残念だけど、この無双先生はありとあらゆる攻撃を受け付けず、なおかつ、私の最大火力を誇る大技なのよ。つまり、あなたの槍が何万本飛んでこようが、ここに流星群が降ってこようが、関係なく、攻撃を受け付けないの。これが、白霊の巫女の力。ふ、さすが、幻想郷最強クラスだけのことはあるわね。力が落ちてても勝てる気がしないわ。さあ、覚悟はいいかしら。いけるまったく、こんな大技を残してるなんて卑怯だわ。霊夢、今回の勝ちはあなたに譲るわ。けど、次は必ず私の槍で貫いてあげるんだからね。霊夢、大丈夫。かなり無茶したけど、なんとか大丈夫よ。あとは効力を見つけるだけだね。でも油断したらダメよ、うぷ主。まだ最低でも二人、敵がいるんだからね。大丈夫だよ、霊夢。僕の方はいつでも準備はいいから。そう、それでどうするかもう決めてるの。それは、まだだけど。いや、別にいいわ。場の状況もあるだろうし、その時に考えましょう。それよりここで立ち止まってる暇なんてないわよ。急いで先へ行かないと。そうだね、急ごう。これは。まだ、作られてる段階の異空間世界ね。これじゃあ、どこに宝力の部屋があるかわからないよ。そうだけど、むしろこれはラッキーね。もし、簡単な一本道だったらもうフランか。すれ違ってないからわからないけど、あの男が先に宝力を手に入れてたかもしれないからね。そうだね、それじゃあ、早く見つけ出そう。霊夢、これって。おそらく間違いないと思うわ。早く入ってみましょう。やった、一番乗りだ。まだ、他の二人は到着していないみたいね。それじゃあ、他の二人が到着する前に早く宝力を手に入れないと。そうね。うぷ主。もうこんなに周囲には引っかからないわよ。残念、それはおとりさ。消えろ。くさ。ふん。な。消えろ、くたばり損ないさ。そ、うぷ主、あとは任せたわ。霊夢。自分を信じて、あなたなら必ず勝てるから。わかった、絶対に勝つよ。あとは任せたわ。さっき黄色い吸血鬼を倒したから、あとは俺とお前だけだな。さあ、降参して、自分で証を壊すならこの場を見逃してやってもいいか。どうする？ここまで残ったんだ、最後に選ばせてやる。自分で証を壊すか、俺がお前の証を壊すか。それなら三択だね。はあ？お前を倒して、僕が宝力を手に入れる、だ。は、積み乗るなよ、ザコタ。その戦闘力でよくそんな大層なことが言えたもんだ。気が変わった、四択目、俺に殺される、だ。消えろ。あっさ、でもこのままだと。どうよ。まずい、このままだとやられる。もう、これが最後の戦いだ。もう出し惜しみをする必要はない。あばよ。信号、アーソラティドフォース。ご視聴ありがとうございました。面白かったらぜひチャンネル登録お願いします。
また見てくれると嬉しいんだぜ。他にもいろんな動画を出してますので、そちらもチェックしてください。絶対に見てよね。次の動画をお楽しみに。それでは、次回でお会いしましょう。さよなら。